陽子の在庫はこんなものか。現状問題はないが、入手できない可能性も考慮すべきか。アルベド、ナザリック内に新たなスクロールの作成を控えるよう通達を出せ。それと使用もできる限り禁ずる。かしこまりました。情報収集がてら、ユグドラシルの素材に変わるものも探さないといかんな。そうするとやはりこの世界の金が必要か。アインズ様、差し出がましいようですが、よろしければそろそろご休息を取られてはいかがでしょうか。ん？今は何時だ、セバス。ただいま深夜の3時でございます。3時？確か決裁を始めたのは夕方くらいだったな。はい、アインズ様が執務室に入られてからおよそ10時間が経過しております。10時間。しまった、アンデッドの特性で眠気も食欲もないものだから、ついつい時間を忘れてしまうんだよな。というか休憩なしの10時間労働ってどんだけブラックだよ。しかもアルベドとセバスは立ちっぱなしだし、普通の会社ならみんな夜逃げするレベルじゃないか。良い上司になるための本を読んだにもかかわらず、これではつい夢中になっていたようだ。お前たち、今日はもういいから下がって休むがよい。あと少しぐらい私一人で。アインズ様、主が働いていらっしゃるのに休む執事が存在するでしょうか。いや、しかし、セバスの言う通りでございます。至高の海に仕える私たちが先に休むなど、むしろアインズ様の方こそお休みを取られた方がよろしいのでは。ナザリックがこの地に転移されてからずっと働き詰めのご様子、ベッドでお休みになられた形跡もないようですし。私はいいのだ。上の者が最後まで残って働くのは当然のことだ。まあ全く睡眠が必要ないから、守護者やナザリックのデータを確認していただけなんだけどね。大抵の実務は守護者たちがやってくれるからな。俺が急いでやらなければならないことなんてほとんどないし。アインズ様、私たちは至高の御方に尽くすべく作られた存在でございます。一分でも一秒でも長く、主のために、愛しい方のために尽くしたいのです。働いている時も休む時も、寝室でも浴室でも、おそばにお仕えしたい、そう願ってやまないものなのです。お望みとあらば、いつでも、そう、今からでも私の準備はできております。いや、そうだ、セバスはどう思う？お望みとあらば、寝室でも浴室でもご一緒いたしますが。いや、そういう意味ではない。なるほど、失礼いたしました。アルベド様がおっしゃられる通り、ナザリックにいる者すべてが臣のために働くことを至上の喜びとしているのは事実でございます。うん、下々の我々に対するねぎらいのお言葉、その慈悲深きお心には感謝の言葉もございません。しかしながら、私どもは睡眠や食事を不要とするアイテムを装備しておりますれば、何卒お気遣いなきよう。なるほど。でも守護者たちはどう見ても働きすぎだよな。ユグドラシルの時とは違って、機械的に動いているだけじゃないんだ。アイテムを使っていても心の疲労は積もるかもしれない。よし、こんな時間だけど、警備網の都合上一部の守護者たちは起きているはず。ちょっと話を聞いてみるか。アルベド。は。現在活動している守護者たちを招集せよ。第4第8階層守護者、それと当たり前だが休息を取っている者は呼ぶ必要はない。かしこまりました、直ちに。よくこんな時間に来てくれたな、シャルティア。はい。コキュートス。はあ、ここに。アウラ。はい。マーレ。はい。アルベドは当然いるとして。はい、おそばに。セバス。はっ。デミウルゴスは。
お待たせいたしました。全員かよ。あまりの驚きに精神の安定化が起きちゃったじゃないか。アインス様。いや、何でもない。全員来るとは欠片も思っていなかったのだが、一つ相談したいことがあってな。相談ですか？てっきり敵が来たのかと思いましたね、マーレ。うん。相談とはどのようなご内容でしょうか？被災の身である我々でお役に立てることがあればよいのですが。ああ、お前たち前に休みを取ったのはいつだ？休みでありんすか？それは何もお仕事がない時ということでしょうか？え、そこから説明しないといけないわけ？まあ、平たく言えばそうだな。アインズ様、その件は私とアルベドで管理しております。そうか。で、どのように？ナザリックがこの地に転移して以降、警戒レベルを引き上げ、敵の侵入に備えて24時間万全の体制を敷いています。無意な時間を持て余すようなしもべは一人もおりません。まさかメイドたちもか？恐れながら申し上げます。私以下プレイヤーです。そしてメイドたちも同様にございます。おかしいな、仲間たちが設定したキャラのはずなのに、なんでこんな社畜属性がついてるんだろう。いや、忠誠心が強いということなんだろうけどさ、今もみんなキラキラした目で俺のこと見てるし、やっぱ支配者としてはこういう時褒めるべきなのだろうか。アインス様。お前たちの忠誠嬉しく思う。こういうのは最初に怒っちゃダメだよな。まずは褒める。その上で問題点を冷静に優しく指摘するんだ。そう本に書いてあった。だが生き物というものは休みが必要だ。毎日一定時間必ず休憩を取るように。そう、ローテーションを組んで定期的に丸一日休暇を取れるようにしよう。そんな、私たちは平気ですよ。無理など全くございません。アンデッドの私は構わないでありんすね。アンデッドもだ。そんな、アインズ様、休暇とは、何をするものなのですか？アインズ様でしたら、どのように過ごされているか教えてください。そうだな。俺の休暇。ああ、ユグドラシルしかないな。アインズ様、どうかなさいましたか？すまないな。少しぼーっとしたようだ。私の休暇は、そう、かつての仲間たちと、あ、そう、いや、たわむ、いや、旅することだな。さて、お前たちは好きなことをするがいい。ただし睡眠と食事はきちんと取ること。よく寝て食べないと大きくなれないぞ。なるほど、それは大事ですね。まあ、育たないのもいますけど。あら、育っても頭の悪さが治るとは限りませんよ。はあ、チビがレディーに育つ可能性なんて、まあ 0.1% もありんせんでありんすか。なんですって？もう100年もしたら私だって胸ボーンだもん、ボーン。お姉ちゃん。アインズ様、私はこれ以上育たないと思われます。そういうものは睡眠をアイテムで代用しても差し支えないかと。成長しないのか？すでに成虫かと。そうなのか。ん？アルベド、どうした？先ほどからうつむいたまま黙っているが、守護者統括としてのお前の意見を聞かせてくれ。丸一日休暇ということは、24時間仕事を休めということでしょうか？ああ、そうか。
連休も取れるようにしないとな。とんでもない。1日に24時間、1440分もですよ。そんなに長い間アイン様にお仕えできないなんて、ニューロリストに拷問されている方がずっとマシです。いやそんなの。そうだな、ちょっと外出すればいくらでもあり得るだろう。任務であれば耐えましょう。それにアイン様が外に出られるのであれば当然私もお供いたします。絶対におそばを離れません。落ち着くんだアルベド。はあ、わかった。とりあえず休日はなしにしよう。しかし毎日の休憩は導入する。御身のご命令とあれば。予想以上の反対だな、特にアルベド。これはエランテルでしばらく暮らすって言ったら荒れるだろうな。デミウルゴスの意見を聞いていなかったな。やはり反対か。いえ、賛成でございます。ほう、至高の御方の深い配慮と洞察には感謝と感嘆しかございません。そうか、分かってくれるか。は、僭越ながらご提案させていただきます。まずは試験的に守護者である我々が休みを取り、その後しもべたちにも実施するのはいかがでしょうか。ナザリック全体の調整となれば少々お時間をいただきたく。うん、頼んだぞ。特に食事と睡眠を必要とする者たちには十分な時間を与えるように。セバスもメイドたちのスケジュールを一行せよ。承知しました。よいか、皆で健康的な生活を送るのだ。ちょっと強引にやりすぎたかな。あれから数日、守護者たちがそっけないというか元気がないというか、それとなく様子を探ってみるか。アインズ様。仕事中に邪魔してすまない。そんなことはありません。あの僕やっぱり何か失敗していたでしょうか。やっぱり。いや、ただ近くに来たので様子を見に来ただけだ。そんなにシャチホコばらずともよい。申し訳ございません。いや、だから謝らずともよい。はい、申し訳。マーレがおどおどしているのはブクブクチャガマさんの設定通りだけど、それにしても元気がないよな。アルベドやシャルティアもよそよそしくなった気がするし、俺もしかして嫌われた？この世のすべての栄光はナザリックにあり。うん。お待たせいたしました。アインズ様のご様子はいかがでしたか。相変わらず政務に励んでおられます。やはりそうするとデミウルゴスの予想は当たっていると考えるべきだろうな。ええ、大変残念ながらと言わざるを得ませんが。では時間だ、始めるとするか。思ったより準備に時間がかかってしまったわ。急がないと。守護者たちの様子を観察してみると、彼らは休憩が重なった時に集まって一室にこもっていることが多いようだ。何をしているかまでは分からなかったけど、それが離反の相談である可能性は否定できない。ん、気づかれた。いや、そんなはずはない。ありったけの魔法と課金アイテムを駆使して、視覚どころか熱探知も魔力探知も効かないようにしている。もうこんなところに汚れが。後であのペンギンに言っておかないと。はあ、驚いた。お、今度の集会の場所はあの部屋か。さすがに中には入れないからな。といっても盗賊のスキルはないし。
背に腹は変えられないか。ラビッツイヤ、まさかこの俺がウサ耳を生やすとはな。透明化しているから自分で間抜けな姿を見ないで済むのが救いか。さて一体何をやっているのか。もし俺が支配者にふさわしくないと気づいて反旗を翻そうというのであれば。覚悟を決めなければなるまい。我々に与えられた猶予は無限ではありません。本日は全員が集まれる稀有な日、有益な時間にしましょう。ではセバス、本日一つ目の課題を頼むよ。この前の健康診断はほぼイエロー、肝臓なんてレッドでしたよ。です。は？健康診断？一体何を言っているんだ？イエローにレッド、何らかの不調のはずだ。前にブラックすぎて死にそうという課題があった。つまり色を何らかの言葉と置き換えておられるのだろう。ええ、その時はブラックイコール闇、つまり闇に関する魔法か呪いをかけられた状態を示すのではという結論になったわよね。ですが至高の41人の御方々が呪いをかけられっぱなしというのも考えにくいのですが。ワールドアイテムが関係しているやもしれないぞ。ブラックすぎて死にそう？ああ、ブラック会社のことか。呪われているといえば思いっきり呪われているけど、でもなんでデミウルゴスたちがそんな現実世界の言葉を知っているんだ？頭痛くなってきた。もうわからないのは仕方ないから次行こうよ。今日の課題はどのお方のお言葉？ヘロヘロ様のお言葉だそうですね。はい、当時の記憶はおぼろげではありますが、そのお言葉にはヘロヘロ様の心情が込められていたように覚えています。この前の健康診断？健康を診断する。うん、聞き慣れない言葉ですが、つまりバッドステータスの有無をチェックされたという解釈はいかがでしょう？バッドステータスを調べた結果、ほとんどがイエロー、麻痺状態ということかしら。別の意味なんてないから、ただ単純にまずい数値が出ているから健康に気をつけなさいっていう表示だから。肝臓とは内臓のことでありんすよね。肝臓がレッド、赤い血の生き物ならみんな肝臓はレッドだよね。だけどヘロヘロ様はエルダーブラックウーズスライム種だから肝臓はどうなっているのかな。そうでありんすね。至高の御方なんでありんすから特別にあると思うのでありんしょうが。ヘロヘロさんにだってリアルでは赤い血が流れているよ。ストレスと過労でドロドロらしいけど。はあ、ああ、偉大なるは至高の41人。造物主たる御方々に近づこうという考え自体がおこがましかったのやもしれません。確かに不敬な行為かもしれん。それでも、アインズ様のお役に立つためであれば、お許しいただけるのではないかという結論に達したはずだ。え？尊くも愛しい御方が直接お声をかけてくださったあの時、私は GM コールを知らず無知をさらけ出すばかりで何の役にも立てなかった。されどアインズ様は決してアルベド様を責める様子はございませんでした。それはアインズ様が広い度量を持つ慈悲深き御方だからこそ。寛大なお心に甘えてばかりでは守護者失格。アインズ様が失望される前に少しでも我々が存在する意義をお見せせねばなりません。あくまでも私の推測ではありますが、アインズ様が守護者やしもべたちに休みを与えた真の意図とは、我々が反省し失点を回復するための猶予を下さったのでしょう。その証拠に
アインズ様ご自身は休みを取られようとしていません。さすがはデミウルゴス、守護者一の知恵者なだけのことはある。アインズ様のお考えを私は全く気づかなかった。もちろん私は気がついていたわ。分かったかしら、みな。あの夜空の話の時は言いませんでしたが、横からかすめ取るような真似はよくはないと思いますよ。アインズ様は我々のもとに最後まで残ってくださった唯一無二の主。その御方に誠心誠意お仕えするのは至極当然のことなのに、私たちはそれで務めを果たしたと思い込んでいたわけですな。僕もっと頑張ります。もっともっと頑張って少しでもナザリックの役に立ちたいです。私だってアインズ様のためなら何だってやるんだから。そうね、その気持ちを常に大事にしなければならないのよ。私は少々焦っていたようです。この集会の成果が出るようになるにはまだ時間がかかるでしょう。しかしそれでも至高の御方々のお言葉を考え、そのお考えに至る努力を怠らぬことこそが肝心なのです。さあ次のお言葉を伺いましょう。至高の御方々の偉大なるお言葉を比較し検討を重ねれば、今わからないこともきっと理解できるようになるはず。ラビッツイヤー解除。俺の役に立つためか。アルベド、まだあの時のことを気にしていたなんて。デミウルゴスは変に深読みしすぎ。だが、守護者がそういう風に思っていたのに、俺は。あの時に彼らの思いは分かっていたにもかかわらず、裏切りなんて考えるとは。帰るか。もう少し地に足がついたところから頑張っていかないといけないな。将来の彼らが思う支配者になるために。アインス様、ご命令に従い守護者一同御身の前に参上いたしました。表を上げよう。お前たちが立派に任務を果たしてくれるおかげで、私もだいぶ余裕ができた。今後は私も休みや自由な時間を取らせてもらおうと思う。それと、私が一方的に休みを取るよう命じたせいで、やや混乱している者もいるようだ。そのようなことは決して。よい、お前たちを責めているのではない。日はことを急ぎすぎた私にある。今後は休み方についてできるだけ具体的な提案を出そうではないか。少しずつ試してお前たちのための良き環境を作るがよい。私の真意はそこにある。ありがたくももったいなきご配慮、全しもべに代わりまして感謝申し上げます。うん。で早速なのだが、ナザリックの運営はアルベド、お前に任せたい。かしこまりました。それと守護者の何人かは今後ナザリックの外での任務についてもらう。でだ、私も自由な時間ができたので人間に変装して人間の町で情報収集をしてこようと思う。それでは私も友の準備を。いや、アルベドにはナザリックの留守を。ダメです。大変失礼いたしました。しかしながら唯一無二の御身が友も連れずに外に出るなどありえません。お考え直しを。そしてあなた様を守るお役目をぜひこのアルベドに。アルベド、お前は人間に姿を変えられるか。できません。ですが鎧を着用していれば大丈夫かと思われます。あの村でも問題ありませんでした。鎧、いや、それが絶対に見破られないと言えるのか。この世界の人間の能力はまだ未知数だ。我々の知らない魔法、スキル、
特殊能力やアイテムもある可能性がある。であればこそ恩義を守る盾が必要です。私は防御に関しては守護者たちの中でも一番と自負しております。アルベド、お前の気持ちは嬉しく思う。そうだな、誰か一人人型を取れる能力がある者を共に連れて行こう。それでよいな。アインツ様、私ではならぬとおっしゃるのでしたら、せめてせめて精鋭部隊をお連れください。アルベド、私は戦争をしに行くのではないのだ。少々よろしいでしょうか。なんだアルベド。わかりました。は、行ってらっしゃいませ。え、留守はこのアルベドに、このアルベドにお任せください。アインツ様。は、いや、なんだ、理解してくれたか。それはもう最初から。え、主の、いいえ、愛しいお方の胸の内がわからぬ女などおりません。そうか。デミウルゴスのやつ、一体どんな魔法を使ったんだ。デミウルゴス、先ほどは一体どんな魔法を使ったのだ。魔法ではないですよ、ただこう言っただけです。良妻たるもの、夫の帰りを待って家を守るものではないですかとね。そんなことで考えが180度も変わるのか。女心は謎が多いですからね。まあちょっとしたお返しですよ。